ゴットフリード・ジョンは、ドイツ出身の俳優。ドイツ語風に、ゴットフリードンとカタカナ表記されることもある。1970年代から1980年代初頭に、かけて、ゴットフリード・ジョンは、ライナー・ベルナー・ファスビンダー監督の映画に、数多く出演し、特に連続テレビシリーズ、ベルリン・アレクサンダー広場でのラインホールト役が知られる。彼の名が、 国際的に知られるようになったのは、アーカデウルモフ将軍を演じた、ジェームズ・ボンドシリーズ第17作、007、ゴールデン・アイト・ガイウス・カエサルを演じた、アスタックス・アブリックス・テイク・オン・シーザーからであった。多くのテレビ映画に出演しているほか、ドイツ本国では、声優としても活動しており、ドイツ語吹き替え版の、カンフー・パンダでは、シーフー・ロウシに声を当てている。 2008年までは、妻と共に、ベルギーに暮らし、以後は、ミュンヘンからほど近いウッティングアム・アンマーゼーに暮らした。2014年、ガンにより死去。去年72歳。ゴットフリード・ジョン・イスト等、イン、フォーカス、に、セプテンバー2014。アブジェローハン・エイムに、セプテンバー2014。ありがとうございます。